マングトとは、モンゴル部に属する遊牧集団の名称。現朝筆詞では、傍骨、修詞では、と記される。マンギトブとも。マングトの起源については2種類の伝承が存在し、まず、現朝筆詞は、ボドンチャルの彦にナチンバートルという人物がおり、ナチンバートルの西ウルーダイ、マングダイから、マングトシ、ウルートシが分岐したと伝えている。一方、 修氏はナチンから四世代後、トンビナイの息子ジャクスの三子から、の夜勤氏、マングト氏、ウルート氏が分岐したという伝承を伝える。いずれの伝承によるにせよ、マングト集団がボドンチャルの血を引くボルジギン氏の一派で、ウルート集団と縁の深い遊牧勢力であったことは、間違いない。十二世紀末、ペムジンが登場した頃のモンゴル部において、マングとウルート集団は、 キアト氏、タイチュウト氏、バーリン氏などに次ぐモンゴル部内の有力な氏族として知られていた。12世紀末、モンゴル部内ではテムジン率いるキアト氏とタイチュウト、氏という二大勢力の内部構想が激化しており、モンゴル部内の諸氏族は二大勢力のどちらに味方するかの選択を迫られていた。この頃、マングトブには、ナチンバートルの六世孫にあたるユクと、 クイルダルという兄弟がおり、マングト人の大部分がアグユクに引きられて、大地ウトシ側についたのに対し、少数のマングト人は、クイルダルに引きられて、キアトシ側についた。クイルダルの引きるマングト兵と、同時期に帰参したジュルチで引きいるウルート兵は、チンギスカンの全兵力の約半数を占めたと言われており、マングトウルート部は最初期のチンギスカンの勢力の、 主力と言うべき存在であった。現朝騎士によると、ジャムカはカラカルジとの戦いにて、モンゴル軍の先法とされたマングト部とウルート部を次のように表したという。あそこには、ウルート、マングトとて、彼の人衆あり。彼の人衆等は戦いを良くするなるぞ。転ずるごと、陣営は整えて、連続するごと、陣立て整えてあり。幼少の日より、 闘争になれたる人衆なり、彼ら、黒白の仏地の徳を持ちあり、彼ら、心すべき人衆なるぞ、ジャムカ、現状菱巻六代百七十節また、同様に兄たちに逆らって、キアトシ側に就こうとして殺された、マングとジンがおり、その維持は、母方の実家で育てられて、ジェデーと名付けられ、後に、チンギスカンの元に帰参して取り立てられた。モンゴル帝国内における、 マングと集団はここで述べたクイルダル、ジェデーの家系を中心として反映した。クイルダルの息子、モンケ・カルジャは、チンギスカにより、東方の計略を委ねられた、ジャライル部のムカリの指揮下に入り、同じくムカリの指揮下にあった、コンギラト部のアルチキュレゲン、イキレス部のブトキュレゲン、ウルート部のケフテイラと共に、左手の五島家と呼称される、独立性の高い集団を形成した。 左手の後藤家は、定位継承戦争において首イ派の主力として活躍し、首イを始祖とする大元ウルスにおいて有力部族として交流された。一方、西方においては、マングトブ出身のエディネが14世紀末に、ジョチウルス内で勢力を拡大し、野外オルダと呼称される勢力を形成した。後に、ブハラハン国では、マングトブの後営が政権を奪取しており、 この政権は、マンギとアサ、あるいはブハラ・アミール国とも呼称されている。ジェデーディゲメネントドンのコナチンバートルから分かれる、マングと氏族とウルート氏族。村上1972、46から51ページ。なお、鉄鋼録及び、原子巻107喪失成形表では、原長筆紙と同様にボドンチャルの彦に、ナチンを置き、トンビナイの息子にジュスクを置く。そのため、 野やきん、ウルート、マングと三氏が、ジュスクから生じたとする、修士の伝承の方が誤りではないかと考えられている。村上1993、242ページ、二千2013、692ページ、村上1972、124から125ページ下、下二2013、690から693ページ、杉山2004、 74から75、92から93、114から115、ありがとうございます。